その回収を迎えたマインツ SD の第一声がこちらです。FAZ によれば、マインツのスポーツディレクターであるクリスティアン・ハイデル氏は、佐野についてこう話したという、すべてを金銭面だけに矮小化するのは卑怯だ。まず第一に、この問題が解決して、あの子が刑務所に行かずに済むことを嬉しく思う。誰もが何かを知っていたが、誰も実際のところは何も知らなかった。ここは日本とは違う。何も表に出てこない。我々はいい選手を得たことを喜んでいるし、彼が期待に応えてくれることを願っている。16日ほど交流されたが、彼はそれにうまく対処していると聞いている。ただ、16日間はそれほど短くない。問題は解決したと口にしていたようだ。刑務所に入らなくてよかった。迎える第一声がこれで笑うわ。日本代表呼ばれなくなるならクラブとしてはプラスかもしれない。この展開は誰も予想してなかったな。まあ佐野は罪を認めて被害者に申し訳ないって謝罪してしまったから代表入りはもうないやろな。とても日本代表に選ばれたこともあるサッカー選手へのコメントじゃなくて笑った。ヨーロッパと南米じゃやらかしても試合で結果出せば問題ない。欧州は12歳の少女をレマルプして逮捕された奴がオリンピックに出てるからのう。まあぶったたかれてるけど。ヨーロッパは77人殺丸した奴でも優雅に刑務所でプレステで遊べるし優しいよな。正直世界的なプレイヤーになってほしいわ。どう扱っていいかわからない感じが見たい。これがドイツの質実冒険なビジネスライフってやつか。